はい、どうもバチュオです。今どこに来てるかっていうとね、長野県の木曽郡木曽町に来てます。ここね、僕地図で見ててちょっとびっくりしたんですけど、こんなもんがあるんですね。この安倍の生命駒見公園というのがあるんですけど、ここが何かっていうと、安倍の生命って書いてあるじゃないですか。まあ要するに安倍の生命のね、あのゆかりのある場所なんですよ。あの陰陽師のね、あの矢部の彦摩呂じゃないですよ、安倍の生命ですよ。でそのこっちの方にね、安倍の生命のお墓があるということで、なんだこれと思って来てみました。でね、これ今ね、このロープというかネットで、オレンジネットで区切られてる、ここで何がやってるかっていうとね、あの土木工事やってますね。まあちょっと増水しなかなんかして川がちょっと崩れたかなんかでしょうね。単管で橋桁作って、あれだね、あの向こう側に渡れるようにしてあるね。すごいな、あれ。これちょっと拡大するけど、単管と丸太の橋だよ。まあのどかな綺麗なとこですよ。そうだね、護岸工事ですね。おっと、壊れた護岸を直していますみたいなことは書かれとるんで、あれか。こっちは舗装を直していますっていう看板と、でこれあのここは遊漁料かかりますよっていうやつですね。いやー高えな。でね、あそこにあるんですよ、今もうちらっと見えたと思うんですけど、これちなみにね、これバス停がねあるんで、あの比較的バスなんかでも来やすいっすね。ほらほら、安倍の生命の墓すげえな。てか安倍の生命は実在する人物だったのね。あのというところから俺スタートですけど、もうゴリゴリにもう畑ですね。これもう普通に農家しちゃってますけど。これね、縦看板あって、あれがどうやら安倍の生命の石像らしい。悪霊退散、悪霊退散ってそういうやつですよね。もう僕の中ではそれなんですけど。安倍の生命の墓と、安倍の生命は平安時代の関白藤原道長に仕え、中国の陰陽五行説により天体観測歴の作成、時の測定や税蓄などによる吉凶の占いを仕事としていた現在の陰陽師、陰陽師って書いてあるね。でなんだ。読めん。はいはいはい。出生は結構不明なんだ。はい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 。謎に包まれていますと。で、父親初めて知ったし、安倍の安な。で、母は狐だもん。
はいはいはい。安倍のヤスナとか言われてもな、なんかヤスナとか言われちゃうとな、なんか女の子の名前みたいだしな。キルミベイビーかよみたいな。キルミベイビーってね。セイバカセ。セイバカセっていう地名もすごいな。いや、なんでその、ね、出生地が泉とか日立とか播磨とか言われてて、で、藤原道長に仕えてたにもかかわらず、最終的にここにお墓があるのかっていう、ちょっと謎すぎん？いや、その、ちょっとね、その、謎すぎるところがね、面白い。だと、この、今ね、この、真正面にある、この石と、この石、形違うの、なんで？っていう、のとかね、風化しただけなのかな。あ、あと、五芒星使うのね、みたいな。知らん 俺そっからだからね矢部の彦摩呂も五芒星だった気がするわ 同満星満同満星満ってね。で、とりあえずね、その、聖馬鹿瀬という、いや、その、駅がね、あるけど、バス停が。おっと、きつい。基礎音楽祭。おお、超蜘蛛の巣目の前。蜘蛛嫌いなんだよね。結構本数ある。ほら、1日に1本とか2本とかのバス停もあるから、それ思えば多少いいね。なんか、よかった。いやー、今ね、もう、朝でね、もやがかっとるぐらいで、ほんと、涼しくていいんだけど。いやー、安倍の生命の墓か。あるんだね、世の中にはそういうもんもっていう感じで。まあちょっとね、俺も来てみたかったんで、来てみました。じゃあこれで終わりにします。以上、パチオでした。バイバイ。